皆さんこんにちは、経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の草コイン新聞社会人サークルを始めていきたいと思います。草コイン新聞購読視聴規約、ここでねこの動画を一旦止めていただきまして、ここに記載されている第1条から第7条の文言を大きな画面にして一語一句読み飛ばすことなくお読みください。どこか一箇所でも承諾できないという方がありましたら、あなたはこの動画の続きを見ることはできません。すべて承諾できる方のみこの動画の続きを見ることができます。それでは行ってみましょう。 LINE に登録してくださいね。そしてこの動画の感想を送ってください。ステッカーを販売しております。令和2年10月28日水曜日、草コイン新聞 FX 中野研究会、皆さんお久しぶりですね。動画を撮るのは久しぶりです。今日のね千葉県松戸市はちょっと朝からねちょっと曇りって感じかな。ちょっと晴れてはいましたけど午前中はね。でやっぱり肌寒くなってきて、秋深くなってきてね、もう冬って感じですね。もう今日は10月28日ですから、今月ももう終わりですね。で今年ももう2ヶ月しかないですね。11月と12月でね。それで食品スーパー行くとね、もうクリスマスのジングルベルのね鐘の音が聞こえてきましてですね、私はもうすでにですねクリスマスケーキを注文しました。あとお正月のおせち料理ですね。でお試しおせちっていうのをアマゾンで買ったんですよね。で食べて、あ美味しいなと思ったんで、まあ1万6000円ぐらいするやつをねまた買ってみようかなと思ってます。それではね、今日は何をやるかというとね、本日の話題、ドル円が下がってきましたねということと、そうね、ドル円下がる下がるって言っててね、なかなか下がりませんでしたけど、昨日ぐらいからね、すごい下がってきました。それとビットコインがね、上がってきましたね。そこら辺についてね、ちょっと見ていきたいと思います。最近はね、夜ライブやってないんですけど、やってないわけじゃなくてやってるんですよ、ちゃんと。ちゃんとやっててですね、一般公開ライブはもうやらない感じですね。もう、まあ年内か一生かちょっとわかんないですけど、一般公開ライブっていうのは、もうちょっとね、ほとんど一生やらないかもしれないですね。で、今やってないことはないんですよ。やってるんですよ、毎日ね。ライブやってるんですけど、中野研究会の人とメンバーシップの人だけをお呼びしてやってるって感じですね。で、私はですね、もう、かれこれ、1ヶ月ぐらい前かな、まあ、この辺から、ショート入れたんですよね。そしたら上上がっちゃって、106円、10銭まで上がったんですよね。で、10銭でまた1本入れたんですけど、50万通貨ね、ショートね。あとこの辺で入れたんですよね。で一旦こうトランプ大統領がコロナにかかったってことでドーンと落ちて320万円ぐらい利益出たんですけど、いやもっと落ちる落ちると思ったらずっと上がっちゃってですね、ここでマイナス420万円になったんですよね。マイナス420万ね。でもダメだと思ったんですけど、ずっとね下がってきて、下がって上がって下がって上がって、うわまたダメだと思ってね、また上行くのかと思ったらドーンって下がって、でまた横横しながらちょっとずつ上がっていって、やっぱりダメなのかと思ったら昨日からねまたドーンって下がってます。はい。で今は104円23銭ですね。106円10銭からやってますからね、ずっと。もうまあその前にね、ここら辺から入れてるからね、もう1ヶ月ぐらい持ってて、スワップ金利だけでもう100万円はマイナスになってますね。スワップ金利だけで100万円いってますね、今。22銭ぐらいですね。で、今ね、利益がいくらになってるかというと、皆さん驚くかもしれません。もう1ヶ月間持ってますからね、ずっとね。こちらです。じゃじゃんじゃん。はい、見えますか？こちらですね。利益が1000万超えましたね。
1158万円です。パチ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 。はい。すごいなと思いますね。我ながらグリップ力があったなと思っております。まあ、グリップ力っていうのはね、ガチでずっと保有してたなということですね。ちょっと大きくしてみましょうか。簡単操作。はい、簡単操作の拡大鏡ですね。はい、オンですね。これね、なんかオフになっちゃうんですよね。はい。今はね、100ロット1000万通貨入れてます。で、125.2 ピプスですね、今ね、取得がね。まあ、125ピプス、取得してるんでね。で、1000万通貨入れてるから、1250万ある必要があるんですよ、利益としては。でも、1150万ですよね。100万円足んないわけですよ。これ、どこ行っちゃったのっていうのは、まあ、先ほど言ったように、スワップ金利ですね。毎日金利が取られてしまうので、それでまあ1ヶ月ガチをしていると100万円取られるってことですね。でもともと500万からスタートして1700万まで行ってたで、1220万ですね。今週ね、昨日かちょっとね、9万8000利確しちゃったんですよね。20ピプスで利確するように設定してたから、これ65円にするの忘れてたんですよね。で、まあ、勝手に利確しちゃって、もう一回入れて、まあ、1000万通貨にしたんだけども、まあ、一応、口座残高が1720万あるので、それにこれ足すと、2876万ですね。2876万円になりますね。今、利確、この利確ボタンを押せばね、2876万。まあ、約3000万ですね。なので、あと 3.3 倍すれば1億になりますから、まあ、年内1億いける可能性十分、十分すぎるぐらいあるね。はい。それとですね、1万円スタートでね、行った、もう一個 XM のね、リアル講座があるんですけども、そちらの方はね、いくらになったかというとですね、1万円からスタートしたんですね。で、途中で追いポジをしていったわけですよね。まあ、1万円だとね、追いポジ、最初の取得は8万通貨ぐらいしかできませんからね。で、途中で追いポジをして、今30万通貨持ってるんですけど、1万円スタートでね、そちらの方の利益は41万5588円ですね。415,588円まで。あ、すごいね、これね。415,000円ですよ。で、その1万円もあるんですよ。だから、なくなったわけじゃないからね。だから、現金は425,588円あるわけですよ。で、利益はつったら、その1万円の最初のね、原資をどかして415,588円と。いうことでですね、この、海外 FX、の魅力ってのはすごいありますよね、やっぱね。だから、やっぱりね、これもね、1ヶ月間で1153枚まで行きましたから、まあ、最初のね、1週間か2週間ぐらいはマイナスでしたけどね、マイナス430万。まあ、もう少しね、1週間遅れて、ショートポジション取れば、マイナスはならなかったですけどね。はい、マイナス430万になりましたけど、最大ね、まあ、徐々にマイナスが減っていって、まあ、一気に1158万ということでございますから、これもね、そんなに、まあ、1000万通貨ですけど、最初はこんなに入れてなかったですからね、ロット数はね。で、そんなにお金も必要ないですからね、1000万通貨ね。ですから、この海外 FX の魅力はすごいなと思いますね。ちゃんとやればですよ。ちゃんとやればの話ですけどね。それで、まあ、こう言っちゃなんですけども、まあ、コロナ
の経済、コロナでね、経済が今ちょっと破綻しかけてて、世界的にね、日本も含めて、そして景気がまた悪くなってきてますよね、世界的にね。で、景気が悪くなればやっぱり給料も減ってしまうし、じゃあ独立してなんか商売やるっつってもなかなか売れないから商売も成り立たないですよね。でもね、そういう中でやっぱりFX っていうのはね、景気が悪くなれば悪くなるほど儲かるんですよね。だから、まあ、景気が良くなれば良くなるほど儲かるし、景気が悪くなれば悪くなるほど儲かるんですよね。もう、まあ、平穏無事なままっていうのが一番儲からないわけでございますが、まあ、それでもね、緩い波があるんでね、いつでも儲かるんですよ。レンジはレンジで儲かるし、上昇トレンドが出ればトレンドでガチをしてれば儲かるし、下降トレンド、いわゆる世界景気がリーマンショックみたくね、悪くなれば悪くなるほど一気にね、短時間で一気に儲かるんですよね。これが FX のいいところで、株っていうのは基本的には買いでしか入んないですからね。空売りっていうのはちょっと危険ですから、株はね、景気が良くなる、よくこれから良くなるよっていうタイミングで株をやるといいんだけども、これから悪くなるよっていうタイミングでやるのは良くないんですよね。まあ、基本的には大損しますからね。ですから皆様もこれからまあ最低5年ぐらいはですね、世界経済はむちゃくちゃ悪くなると思うんですよね。そういう中でもやっぱり食べていかなくちゃいけないので、FX、特にリスクの低いですね、まあ、証拠金、まあ、最初1万円で十分ですからね。1万円で、先ほど言ったように僕は41万円までね、今回伸ばしてますけれども、はい、1万円あれば十分ですし、で、そのね、41万円を、まあ、次ね、まあ、20万円は自分で取っといて、で、20万円でやればね、1万円で40万まで行きましたから、20万から始めれば、まあ、原理的には800万まで行きますよね、一発でね。まあ、こんな感じでね、複利で増やしていくんですよね。だから、まあ皆様もですね、景気が悪くなれば悪くなるほど、まあいろんなね、収入の手段を考えていかなくちゃいけないと思うんですが、その中の一つとしてね、投資資金がほとんどいらないという FX をですね、で、リスクがほとんどないですからね、これ、リスクがないですからね。ゲームセンターでゲームするのと同じぐらいですからね。パチンコよりはリスクがないですからね。この FX っていうものですね、まあ、どこか人生の中で一度はですね、勉強して習得してみてはいかがでしょうか。それではね、今日はこの辺で終わりにしたい、させていただきたいと思います。こっちのね、PC 版の方が、PC 版のね、利益の方が、1140万ですね。1140万ですね。今現在ね。これ全決済を押せば、もう1140万確定ですね。で、スマホ版の方は、41万ですね。41万5千ですね。の利益が。これ1万円スタートですからね、スマホの方はね。41万5千ですね。はい、1万円で、わずか1万円なんだけど、41万5千になりますから、皆さん、誰がやっても同じですからね。ですから、一度はね、勉強されるといいと思います。それでは今回はこれで終わりにさせていただきます。あ、それでね、今回の、ドル円の下げどこまで続くのかって話なんだけども、まあ自分で作った自動売買ツール、もちろんね、自動売買ツール、FX の自動売買プログラムがあるんですけど、自分で作ったんですけどね、まあその中には、自動売買する機能と、トレンドを予測する機能があるんですよね。でトレンドを予測してですね、買いの、通知を入れたりね、売りの通知を入れたりする機能があるんですけど、
いつ売ればいいのかって話なんですけど、まだ売るなっていうのが出てますんで、まあ、僕的には101円から100円になるまでは、このまま下がっていくと思いますね。アメリカの大統領どっちがなっても下がると思います。世界的にコロナで景気がむちゃくちゃ悪いんでね、100円のところボーダーラインで一旦200フィップスぐらい反発して102円ぐらいになって、そこからまた大暴落して99、98円に入っていくと思いますので、まあそういう形で僕はこれガチョウですね。もうずっと持ってても大丈夫です。65円ぐらいになるって話ですね、今回ね、最低ね。なので、まあ、65円までいったら、これ、多分1億、まあ、このまま単利計算でも1億いきますよね。まあ、決済しながら、複利でやってもいいし、決済しないで複利でやってもいいんですけどね。複利でやると、まあ、10億ぐらいいきますね、これね。スマホで1万円からスタートでも、これ、もう1億はいくでしょうね。はい。複利ですよ。複利でやりますからね。それでは、今日はこの辺で終わりにさせていただきます。またね、動画もあんまりね、こういう動画っていうのはあんまり、アップロードする時間がないんですけども、まあ、ぜひね、毎晩、ライブやってますんでね、メンバーシップに入っていただいて、ライブに参加していただければと思います。それでは、千葉県松戸市より、トム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。